前の授業でも話したように、現在、世界で日本語学習者が多い三大国を皆さんは覚えていますかそうですね。中国、インドネシアと韓国です。では、インドネシアで日本語を学んでいる人はどのくらいいると思いますか ?2015 年度のデータによれば、答えは約75万人です。 結構多いですよねもう一度ランキングを見て確認してみましょう1日本語学習者世界2位のインドネシアその理由とはなぜこんなに多くの人がインドネシアで日本語を学んでいるのでしょうかその理由を見ていきましょう ここではだいたい4つの理由が挙げられます1歴史との関連性インドネシアで日本語教育が始まったのは植民地支配している時に行われましたこの期間を過ぎてインドネシアでは積極的に日本語教育がされていました2日本文化への興味 インドネシアでは1962年から日本のアニメが放送され、1990年から日本の漫画が発売されるようになりました。2011年には AKB48 の姉妹、姉妹グループの JKT48、ジャカルタで活動を始めるなど、 日本の文化、特にサブカルチャー若者を中心に発展する文化が人気を集めていますそれによって日本語そのものに興味を持つ人が増えているのです3教育政策2006年からは高校生は日本語を第二外国語として 選択必修することで多くの生徒がその授業を通して3年間継続して学べるようになりました経済と就職その他の理由では日系企業のインドネシア進出や EPA 経済連携協定における外国人看護師介護士の日本での受け入れなど すなわち日本で技術を学びながら国士取得を目指し帰国して母国の医療・介護技術の向上を図るということです日本語を使った就職先の増加が挙げられます二、インドネシアにおける日本語教育の現状と課題。さまざまな理由によってインドネシアで 日本語教育が盛んになっているんですしかしながらインドネシアにおける日本語教育にはまだまだ課題がたくさんあります一番深刻な問題は日本語教員の慢性的な不足です特に高校では一人の先生が千人もの生徒を抱えていたり二つの学校で 教えている先生がいるのが現状ですまたインドネシア人の日本語教員の語学レベルの低さも一つの問題になっていますインドネシア人日本語教員の JLPT 日本語能力試験取得平均は N4 から N3 と言われていますこれは基本的な日本語あるいは日常的な場面で 使われている日本語をそれなりに理解でできる程度です日本に一度も来たことがない日本語教員が多くを占めているようですインドネシアにいるネイティーブ教師はごくわずかですだからこそ日本人がインドネシアへと動きが出てきました実際に インドネシアの高等教育機関で日本語学科が設置されている機関には通常の学校と比較すると多くのネイティーブ日本語教員がいます。また国際交流基金では1963年から日本語専門家発見が始まりました。日本語専門家は日本語教育の現地化、 自立化をを促進することを目的に教室での日本語教授カリキュラム教材作成に対する助言現地教師の育成教師間ネットワーク構築支援などを行っていますそして2014年ごろから日本語パートナーズ派遣が始まりました日本語パートナーズとは現地の 中東教育機関で現地の日本語教員のアシスタント、助手として授業運営を行ったり、地域の人たちに日本文化の紹介を行ったりした交流活動を行うことです。これからインドネシアの人が日本の文化に触れる機会や、日本人との交流を持つ機会が、 もっともっと増えていけばよかったですが膨大な学習者数に対して本当の意味での日本語教育が盛んな国だと言えることを期待しています、はい。それではまた次の授業で会いましょう。